はい、じゃあここですね。あ、それセルフやったね。うん、あ、はい、営業中でございます。じゃあ入ってみましょう。どくしよう。細めですか。はい、どうもおはようございます。おはようございます。もう今日はお休みでしたね。はい、いいな。ありがとうございます。え、本日もですね、はい、視聴者コメントやってみたシリーズ、やってみたシリーズ、はい、このお休みにようこそいらっしゃいました。はい、ありがとうございます。実はなかなか行きにくい、めちゃくちゃうまいラーメン屋さんがあるんですよ。なかなか行きにくい。平日も僕は仕事してるじゃないですか。そうですね、なかなか行けないでしょ。うん、まあランチ時混んでたら、ほら次の現場があったりして、介護の仕事はね、なかなか行けないのもあるので。そうですね、確かに。今日たまたま空いてるんですよ。お、はい、けど僕12時半までしか空いてないんで。12時半ダッシュで行こうかということでね。本日は高槻市の名店紹介、はい、ラーメン屋さん編でございます。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また教えてください。まあ、またいつものゆういちさんでございますね。はい、もうラーメンが何でも知ってんの、あの人。もうあちこちのラーメンを。ラーメンだけじゃなくていろいろ知ってるんですよ。ただ彼の教えてくれるところ、はい、松崎ぽぅぽぅさんみんなそうなんですけど、はい、僕も大好きなとこなんです。ぜひともね、君と一緒に食べてみたいなというね、はい、ちょっとあっさり系のラーメンだと思ってもらったら、はい、はい、ですから、開店が11時半なんですよ。でもう11時半に滑り込むと。あ、なるほど。いう流れになりますので、はい、お腹は大丈夫ですか。お腹空いてます。もう空いてる。早っ、はい、朝食食べてないの。あ、食べました。食べた。食べた。けどお腹空いた。何食べた。納豆ご飯食べてきました。朝からがっつりいってるやん。ねえ、日本の朝食を召し上がってらっしゃるのにラーメンいけんねや。はい、いけます。スマートやのに、なんでそんな食べれんの。なんかお腹すき、ねえ、準備ちゃんとお腹が準備感じ。いやいやいや、けど食べれる感じ。スマートやんか、はい、僕ら食べた分だけ太るから。最近ちょっと体重は2キロ太ってしまいましたね。美味しいもんいっぱい食べて。美味しいもんね、ラーメンばっかラーメンばっか食ってるからやんか。健康診断引っかかってどうすんねんと思ってね。まあ、それ置いといて。置いといて。はい。はい、まあ、ラーメンといえばね、はい、まあ、塩とか、まあ、醤油、はい、豚骨、はい、味噌、ね、はい、さらには煮干しとね、いろいろ巡り走ってもらったんですけども。魚介系ですね、はい。ちょっと正面取っていただきたいんですけど、はい、はい、もうすでに高槻に入っております。ここは国道171号線でございますね。はい。はい、今日は3月なんですけど、めちゃくちゃ暑いんですよ。暑いです。本当にこの何もう春過ぎてぐらいの20度ぐらい20度ぐらいになるっては予報では言ってました。見てください、ここ、はい、20度です今外気温。これ外気温なんでしょう、はい、20度です。めっちゃ暖かいですね。暖かいですね。もう桜あっという間に咲くんじゃないですかね。ああ、梅の次は桜ですからね。はい、まあ、もうちょっと引っ張れるでしょうけど、はい、何にしてもね、何にしても暑いございますね。はい、これやっと短車の季節もやってきて。ああ、またじゃあバイク、そう、ね、プラス花粉の季節で地獄絵図。地獄絵図浴びながら走る。駅員も花粉ダメ。花粉ダメです。なんなんやろうね。ちなみにね、あの、はい、東京都ってあの花粉対策やってるの知ってます？昔から。石原、あの石原都知事の頃から。あの、え、杉、無花粉の杉ぐらいしか知らない。あれ東京なんですかね。ね、杉っていうか東京の、まあ、いっぱい刺してしまった植樹した杉を切って、はい、まあ、花粉を生まない、生みにくいような木に植え替えるプロジェクトってやってるんですよ。素晴らしい。でも今本気でそれずっとやり続けても、はい、あの、だいたい430年後ぐらいに解決する。まあ、えやらんよりやった方がいいだろうって今もやって、小池都知事になってもやっておられるんですけど、はい、東京はねちょっとまずくってですね、はい、あの風によって、ね、うん、地方からやってくるんですよ。あ、はい、なるほどね。はい、だから西方面からやと静岡なんですって、はい、富士山、ね、富士山じゃないけど杉花粉とか杉花粉、はい、杉とヒノキ、はい、うん、で千葉からも来るんですって、はい、うん、で北から風が下ろしてくると埼玉県、我がね町西の国、埼玉からやってきてですね、ほうほうほう、はい、一つ斜めにね風が吹いても、あの山梨から入ってくるどの方向東京だけ頑張ってはあんまり意味ない、国レベルでやらんとちょっと無理やぞと、はい、まあ、そういうお話もあるんですけど ね、 なるほどね、ちゃんとした組織が動いてですね、まあ、食事しておると、はい、はい、ただね日本の国産杉なんで建築ね、はい、ヒノキ杉って使いやすい木なんですよ、はいはい、
日本は切った部分を売ろうと思っては高いんですよね、海外の木に比べたら。だから買い手も少ないし量も取れないしって言って、はい、なかなかね、あの難しいんですって。ほうほうで終わんのかよ。正面、はいはい、っていうことはですよ、はい、日本の杉は何に使われるんですか。いや使うんだけど高いんですよ、高い値段が。高級なんですか、な材木みたいな、木材。そうですね、まあ、森林協会さん、ね、森林何やったっけ、組合的な。あ、そう、森林組合さん、なんで安く下ろしてはいるんやけど、はい、でもそれでも、まあ、キリがないわけですよ。そうですよね、切っていく木はあるけど、まあ、大量に使うには大量買いできないぐらいしか切れないし、はい、そうですね、しかも日本税なんて高い、海外が輸入した方が安いやんってなってしまうっていう悪循環。運んでくる方が安いんですね。悪循環になってるんですって。なるほど。はい、皆さんね、まあ、逆にね、ちょっと思いますね。杉の木切って、杉の家建ててもね、はい、杉花粉が苦手な人で、杉って言いだけちょっとね、ピクってなってしまうっていうね。ちょっとね、この時期。ないんですけど、この時期ね。そういう難しさもあるんですね。そんな感じになりますね。そうそう。オールね、杉の家とかね、オールヒノキの家なんてね、ただすごいコストになるんで。香りはすごいいいでしょ。いやでもね、ヒノキ風呂でもやっぱ高いように、はい、その建築建材として多分ヒノキ一本と杉で混ぜてやろうかって言っても、はい、コスト 1.5 倍ぐらいかかんちゃうかな。あ、マンション建てた方が安いやんってなってしまうんで、ね、いや、この木の使い方も難しいということで、ね、皆さんお知恵のある方、はい、まあ、僕もっと建築やったんで、はい、そういうのを詳しいんですけども、まあ現在においてもね、あの東京はなんとか頑張って、せっせこせっせこね、切って、ちょっとずつ減ってるんですか。ちょっとずつ減って、ちょっとずつ素敵な木が植えられてるけど、まあ430何年後早くて、もう完全になくなると。そんな、まあ、江戸幕府が2回滅んだら、まあ出来上がってるのかなっていう、そういう感じですね。そうだね、関ヶ原の戦いが慶長10年15年の1600年ですから、はい、まあ、400年以上となると、まあそのぐらいあとが現代ですからね、今2020年。あ、私らもう杉の心配しててもじゃしゃあないですね。あ、そうなんですね。まあ、やらないよりやった方がいいけど、まあまあ、まあ、ちょっとずつ減っていくのはありがたいことですけど、はい、でここは高槻市のですね、市役所前、ね、はい、正面が JR 高槻駅、はい、もうすぐ右手にあるマンションの一角にね、はい、そのお店がございます。まだお店の名前言いませんけど、はいはい、結構有名でね、人並んでるよね。並んでます、階段に並んで。ちょっとね、駐車場の隣チラッと見てみますけど、あそこですね、はい、わかります。行ったことある。行ったことないんですよ。ないんか。ちょうど、はい、通るときになんか階段に人がだんだんに並んでるなとは。ちょっと早く着きすぎたらね、待たらダメですけど、はい、はい、いいよ。え、満車、満車やった。お待ちください。めっちゃ鈍いことだと思う。嘘。あら、まあ、マンション。奥で出れるのがすごいでしょ。ウロンジェ。天才やからね。天才ですね。あら、まあ、どうしよう。こっち。こっち、はい。この裏にもね、駐車場がございますので。あ、あります。まあ、手前の方が、奥が満車でしたね。嘘。はい。ああ。なんで今日混んでんのかな。なんでしょうね。今日満車でした。あれば。あそこの手前が、こっちは空いてるんですね。うん、そうなんです。待ちましょう。はい。知らなかったです、ここは。奥の奥の奥ですけども。けども、けどもけども。あ、結構広く。広いんですよね。知らなかったです。オートマの方運転しにくいよね。本当に。あ、本当ですか。リズム的に。あ、もうマニュアルが体に馴染んで。そうですね。横行っちゃう。名車でございますよ。はい。はい。そうしましたらですね、はい、ラーメン屋さんに行ってみたいと思います。はい、行ってきまーす。もう見えてますね。ん？見えてますね。見
見えてますね。で正面がね、JR 高槻駅でございますね。後ろの方が、阪急高槻方面。はい。はい、でここですね。あ、それセリフやったね。うん、はい、営業中でございます。じゃあ入ってみましょう。ちょっと階段急ですけど。はい、じゃあ入ります。どくしよう。あ、さっき取りよ、麺伸ばしてもらわなきゃ。やめますみたいなのがあって、すいません、麺伸ばしてもらっていいですか。あ、さっき渋谷とこ渋谷その最後の栗構成を使って、うん、麺伸ばしてもらっていいですか。そうそうそう、なくなる細麺ですか。細麺、高速が、うん、どうぞ召し上がれ。いただきます。取りすぎた。あれ、あれうん、美味しい。じゃあ、いただきましょう。だいぶ無理した角度。今、ちょっと角度が上がった。あ、なるほど、朝から食べれるな。あっさり、うん、朝カツラーメン。朝カツラーメンって言うの。うん、朝カツラーメンって勝手に言ってるだけ。ありがとうございます。美味しい。中東に入れるかな、うん、だからあそこの柚子胡椒をちょっと取ってきてもいい、うん、ワンタン。柚子胡椒行きましょうか。はい、はい、ご飯どうでしたか。美味しかったです。あっさりラーメン。うん。うん、あっさりやったね。あっさりゆうさんですね、お名前ね、さっきね。はい。はい。本当にこだわった麺で、ね、あの、けどスープに自己主張があまりないような、さっぱり感。さっぱり。どうでした、透明なスープは。結構、好みです。好み、と言いますか。好み、なんていうんですか、こう、後に残らない、さーっといってるっていうのがもう第一の印象で、で、あとちょっと味変じゃないですけど柚子胡椒を足してみたら、それはそれでまた風味が広がって、うん、あ、これもいいと思って、ちょっと途中で味変をしてみる。なるほど、まあ、さっぱりラーメン、ね、さっぱりラーメン、本当に、はい、僕からね、言わさせていただくと、はい、これはあのラーメン通の人が大好きやっていう理由がね、よく分かったラーメンなんですよ。で、まず一つ目が、はい、僕たちが毎日食事をとるときに、まあ、マックだとか、ケンタッキーとか、ミスドとか、うんうん、味の濃いもの食べるじゃないですか。はい、あの、調味料を使ってるもの、うん、あれ食べて、あのスープ飲んだら薄いって多分ね、最初感じてしまうんですよ。自己主張がないって。で、これが間違いで、うんうん、ゆっくりゆっくりスープをね、舌に鳴らせるように飲んでいくと、うん、味が深みがあることに気づけるんですよ。確かに透明感があって、うん、すごい、あの、薄味といえば薄味です。しかし、うん、麺もチャーシューも、そして僕煮卵、はい、でワンタン入ってましたよね。入ってました。あれの味付けはしっかりしてるんですよね。うん、だからスープがさっぱりしてる分、煮卵がめっちゃ濃く感じたんですよ。あ、そっか、煮卵食べたんですね。そう、だから豚骨ラーメンの煮卵だと豚骨のスープの味なんですね。はい、こってりなんですよ。うんうん、だけどアスリューさんのラーメンって一個一個の自己主張が逆に上がるんですよ、めちゃくちゃ。だサラダボールの感覚なんですね。だから要は、サラダボールってね、アメリカの考え、はい、人種のるつぼって意味なんですけど、はい、レタス入ってキュウリ入ってトマトが乗って、はい、サニーレタス入って、うん、はい、サラダですって、何にもこう個性を潰さないけど、はい、シチューみたいに潰さないけど、うん、もう一個の料理ですよねって、それぞれの味を楽しんでくださいっていうサラダボールって考え。アスリさんそれですわ。おー、だから俺だって柚子胡椒使わなかったもん最後まで。そうですね、使わなかったね。どうですか言ってるんで。びっくりするほど激うまでしたね。なんかすごい調和が取れてるなとはすごく思いました。うん、いや、あの、なんで、男の度量みたいな感じ。男の度量。そう、いろんな悪い君みたいな女の子たちを上手に受け止めてる感じ。あ、悪の強い、個性の強いものも
この透明感のあるそのラーメンとスープのおかげで何でもかわいって、はい、うん、だから多分チャーシューがめちゃくちゃ味濃くて乗っかっても多分その味が濃いよねが楽しめるぐらい周りが整えはる。なるほどね。調和のラーメンですよ。調和のラーメン、調和ですよ。調和、うん、当然無課長でございますか。無課長、はい。私君が言ったように朝から食べれそうな、うん、朝ラーにも向いているさっぱり感。流行語大賞です、ね、大賞なのいつの間に取ったの？いつの間にか取れましたね。まあ、いや僕は個人的にはあれですけどね、あの流行語大賞はあのね、お笑い芸人のゴージャスさん、宇宙海賊ゴージャスさんね。君の瞳にレボリューションが欲しかったよね。もうすでにもう流行ってたって。レボリューションってあの発音がいいね。声も綺麗。イントネーション。じゃあ置いといて。アスリュー様のお話ですね。はい。はい、というわけなんですけど、どうでしょうか、はい、どうでしょうか、うん、いや、なんか僕は調和のラーメン。はい、すごいバランスの、実は深みのある、こう、気づかないと気づけないような、そのささやかな、こう、きめ細かな、料亭の味みたいな。ああ、だからたかだか突き出しやんって言って居酒屋で食うてるビールのあて言ってビールの方が飲んでる場合と、はい、やっぱりこう料亭さんホテルの和食屋さん行くと、うん、なんか突き出しから、はい、なんかこんだけしか入ってないのって思うけど、うん、ちびって食べたら味が広がるっていうかね。じゃあ真剣に食わないと味の繊細さがわからないもんだけ ど、 その口で整えられていくとメインまでにめちゃくちゃうまく感じていくっていう、うん、そういう道に引っ張られるのがアスリューさんで、もう僕280点やと。280点、すごい高いです。好みもあるんでね、ごめんなさい、ね、どれに比べてこいつがすごいよという意味ではなくて、単純にグエーって感じです、はい、食ってしまえもうって。え、でも本当にさらっと一杯のラーメンがなくなっちゃいました、うん、いや、それで後味ね残らない、はい、だからちょっとね、うん、こってり派極太麺好き系やともう一杯行こうかってなってしまう。がっつり食べる系の人だったら替え玉、そう、替え玉だから学生くんとか、はい、アメフトやラグビーやってる人にはコスパ悪いと思います。替え玉はねありましたね。あるから、まあ、3つぐらいだからちょっと品もないしさ、はい、けどまあそのぐらいね、おかわりくんになる方もあると思うんで、ゆっくり一杯を味わう、味を楽しむっていうラーメン。そうですね、まあこの、ね、この後普通に吉野家行けますからね、ノリで。まだそうですね、その感覚はわかります、ね、うん。そしたら今度、アスリューさんのおかげで吉野家行けたらさらにうまく感じるんだ。ないそういうの。だもう精進料理の水域やと思いますよ。ハートで食えってことですよ。うんうん、まあ、ベタ褒めですけど。ベタ褒めですね。びっくりしましたね。まあそういうわけですね。はい、今日は僕の方がちょっと暑くなって。それぐらい美味しかった、ね。いや、気温が暑すぎて、暑くもう。また五香もさしていく。なんて手をかざして。欲しいかね君たち。何を送ってるんですか。ハンドパワーです。ハンドパワー、マリック。そう、こうやってこうやってスプーン曲げれちゃいます。こう曲がる、君たちの心がまっすぐなる、ほら。ならへん。ならへんのかい。元が曲がっとんのかい。みんな心ね。そうですね。ならまあそういうわけで本日は高槻市名店紹介ということで、はい、ラーメンアスリューさんに行ってまいりました。はい、それでは失礼します。バイ。ザーマスチャンネル。馴染みましたね。戻ってきました。何がバーイがなんかちょっとぎこちない時期が一時期あったけど、あ、何なのそれ、急に否定文あーと思って。いやいや、急に否定文。あ、でも汗かいてる。暑いって。暑いですね。もうエアコンつけたら無理やって。もうつけたらいいと思います。つけたら今でもこうやって直射日光やん。そうそう、外めちゃ涼しいのにさ。あ、何なのこれ。もう汗かいてる。いや珍しいでしょ。珍しい。今後のこと考えたらなんかちょっとか、はい、撮影場所が、いい風入りますね。いや知ってるよ、ほんまや、知ってますよ。マスクもなんか13時がつけんでええとか役所さんも言ってはるけどね。ありますね。僕ら介護業はつけなあかんしね。そうね、現場入るときはね。汗かいた。汗が横から見える汗がめっちゃ暑かった。皆さんなんかないの、音せえへん冷風機みたいにするわな。冷風ですからね、すでに風が起こってますからね。ってね、もうモーターの音入っちゃうから。風の音がね、これね、こうスポンジつけてるけど、バイクの時はね、その範囲なんですよ。うまく、こうやついてるからね。けど、エアコンの音ってこう循環器系、ベンチレーションなんで、おーって車の中の音、走ってるような音がずーっと入っちゃうんですよ。で、聞き取りにくいじゃないですか。俺、声でっかく言ってるから、聞き取りやってるけど、自分やね。大きい声で喋りますね。いや、言ったもないよ。ブツ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 よーい、柔らかい声。そうそう、はい、いや多分ファン多いと思いますよ。ほんまですか。うん、品あるしね、可愛らしい。ありがとうございます。あ、何でも食べるしね。あと俺への態度だけちゃんとしてくれればね。改めるよう心がけようと思います。まかん、偉大な社長閣下万歳みたいな。万歳、そう思ってます。いや文句ばっか言ってるやん俺には。もうなんでそんな僕に文句そんな言えるん。逆に
世間様かみたいな社長にだけ悪口言ってる直接ってなるやん。あ、言いやすい社長やなって。いや、おかしいやろ、ね、でも視聴者さんも結構言ってくれはるとか。いや、みんななんか言うねえ、そういえば、ね、俺の問題にする気とみんながこうやってもっとええことやな。なんかもう威厳を持ってるザーマス様にお話しするのもおこがましいんですけどぐらいの低姿勢はないの。カッカって言ってくれはる人も何人かいらっしゃいますしね。まあね、まあまあ私はねプレゼントだね太陽王やしね、はい、まださらに自分の温度上げるぐらいのほらフィン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 神に祝福されてるから。そうです。だからいつも晴れるんですね。自分にずっと言い続けた本当にそうなっちゃった。ねえ、本当。念ずれば叶いますよ皆さん。雨降らしたい時どうしましょう。はい、ありがとうございました。